日の気合、掃除機が全然ゴミ吸わねえ。東京リベンジャーズ相棒レディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新雪です。皆さんこんばんは。松野千冬役狩野翔です。東京リベンジャーズ相棒レディオ、この番組は東京リベンジャーズの魅力を相棒である我々2人が余すところなくお伝えしていく番組です。よいしょ、まあもうほんと梅雨になりますね、雨がいっぱい降って洗濯物とか大変な時期ですけども、 そんな中、家電つながりですけど、掃除機が吸わないと。そうなのよ。なんで。いやもう多分長く使ってるからだと思うんだけど、何だっけ、ワイヤレスの、コードレスか、コードレスですね。一瞬切れちゃった。掃除機をね、使ってるんだけど全然吸わないのよ。あら、なんかなんだろう、明らかなゴミが落ちてるの、目の前にね、明らかなゴミが落ちてる。あーこれだ、吸おうと思って、何回上はね、掃除機通してもね、全然ね、いるのよ、そこに。それはもう、ただ何もしてないのと一緒ですよ。ただ走らせてる。そうなっちゃってるもんだから、ちょっと新しいのをね、買い替えましょう。買い替えないとって言ってね。だからもう一個、なんか車用で、なんかこういうの友達にもらったやつなんだけど、吸引力の落ちないやつのがあるのよ。でもやっぱ車用で、もらってるやつだから、要は長くないのよ。短めのやつですね。だから短いやつしかついてないから、とりあえずそれでちまちまそれでしのいでると。それでしのいでやってるけど、そろそろ新しいの買わないと。ですね、そういう時期ですね。新しい掃除機、おすすめがありましたらぜひ教えてください。はい、それでは始めていきましょう。東京リベンジャーズ相棒レディオ、よろしく。この番組はアニメ東京リベンジャーズ制作委員会の提供でお送りします。東京リベンジャーズ相棒レディオ。東京リベンジャーズ相棒レディオ8回目です。まあ末広がりですよ。そうですね。おお、いいね。8という数字で末広がり図が出てくるのいいですね。いいですよね。いいですね。末広がり図は芸人さんですよね。もう気がつけばなんか入ってるから、狩野さんの言うことに。最初ちょっと気になってたんですけど、衣替えの時期ということもありますし、そうだね、そのヤンキーの特攻服に夏服があるのかどうかって、あるんですかね。脱いでさらし一丁じゃない、さらし一丁のボンタンとか土管履いて一丁かもしれないけど、夏は夏用の通気性抜群のフルメッシュ素材の特攻服が あるんじゃない。しかも流行ってるんじゃないですか、メッシュ素材の、やっぱもうメッシュは動きやすいし、っていう。でもすぐ破れんなみたいな、引っかかるなって言われて、敵の弱点になるなと思うんですね。もしかしたらシースルーのね、シースルー、スケスケ新しい素材ね、シースルーのチームが出てもおかしくないですね。おかしくないですよ。新しい、そう、そっち気になりますね。素材からこだわったもの、全国のヤンキーの皆さん、シースルー素材見てください。あ、一番隊の遊撃隊、はい、オルファ、ありがとうございます。からいただきました。オルファって名前かっこいいね。かっこいい。仕事、家事、育児で大忙しの中、火曜日の早朝に YouTube で一人聞く相棒レディオが一番の楽しみになっております。ありがとうございます。相棒なお二人の掛け合いがたまらなく癒しになっているのですが、竹道激推しの私としては、特にしんくんのガが好きです。ガってこと、ビダコン付き、ビダコンっていうね、ガが好きです。なるほど。今まで聞いたガの中でしんくんのガが一番綺麗です。僕のガが、ガが綺麗、声フェチの人間としては100点満点のガ。似てるじゃないですか。ちょっとやってみてよ。え、ガ、いや、わかんない。まあそう、あのね、これからも二人の活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。初めてですね、ガを褒められたの。
なんだ、あ、なんかちょっと恥ずかしいですね。この最初の方ので、はい、なんかあった我々2人がちょっともう一回、もう一回言ってみて、なんかどこ、あ、相棒である我々2人が待つところなんか、あ、じゃあ言いますね、うん、相棒である我々2人がわかんないそうだった、そう、2人がそう、ね、微濁音ということをご存じない方に説明するの、そうだね、あの言葉の中で、うん、がっていう言葉は、うん、言葉の間に入ってくると、うん、こう接続詞っていうんですかね、うん、何々がっていう時は何々がと言わずに何々がっていうことで優しい点々になるというか、うん、そういうルールがあるんですよね。そうですね。そのことを褒めていただいてるんですか。いや、かもしれないですね。声フェチでそこに気づくとは、やりおるの。がんが一番綺麗だそうですよ。他はちょっとあの綺麗ながを出せるように頑張ります。もっとじゃあ120点を超えて、そうですね、ががありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうね、そこも、そこもビダコンですからね、はい、ありがとうございます。続きまして、はい、じゃあこの人はじゃあたまには2番隊にしましょう、はい、東京卍会2番隊ナオト大好きイスズさん、 ありがとうございます。しんさん、狩野さん、こんばんは。こんばんは。おお、なんか急に入れてくる。私はペンネーム通りナオトが大好きなので、聖夜決戦編で現代ナオトが当時も気になっているっていうね、あの普通に言いますよ。ナオトが大好きなので、聖夜決戦編で現代ナオトが登場した時はかっこいいハートとときめいて、過去ナオトが登場した時はかわいいハートとキュンキュンしていました。そんな私ですが、意外な人物にドキドキしていました。それはヒナとナオトの父、橘正人です。どんな声なのかとワクワクしていたら、うん、まさかのナオトを演じられている大阪さんだったので、ナオトのさらに成長した姿にしか見えなくなって、ずっとドキドキしていました、うん、笑い。お二人はいつヒナとナオトのお父さんを演じるのが大阪さんだと知ったのでしょうか。また大阪さんとのアフレコ時のエピソードなどがありましたら教えてください。これからも相棒レディオ天竺編など楽しみにしていますといただいております。知らなかった。僕も多分あの、うん、当日ですよね。収録多分ね、みんな知らなかったと思いますね、うん、当日というか、まあね、台本いただいた直前のね、交番表を見て、うん、あ、大阪さん、マサトモト、お父さんはやるやんってなるなんて、うん、やっぱ大阪さんには本当に僕最初の、うん、本当に最初の第1話2話あたりの時に、うん、僕ガチガチで緊張している時に、うん、すごく優しく気さくに話しかけていただいて、うん、主人公初めてなのみたいなところから、うん、大丈夫だよってみんな通る道だからってすごく励ましていただいたのがずっと残ってますね、うん、その後もずっとよくしていただいて、カナさんなんか俺まだ大阪さんと一緒に収録してないんですよ、ね、そうですよね。だから同じところにいないんだよね多分。そうですよね、なかなかいることないですもんね、うんうん、だからその直人と握手して過去に戻ってきて、はい、でそこでチフユと会うとか、うんうんうん、そうなんですよ。竹道的にはやっぱ相棒、現代の相棒は直人だし、うん、過去の相棒はチフユなんで、うん、そこが一緒になることってなかなか ね、うん、ないところなんですけど、聖夜決戦編の最初の方でさ、この悪道出てくるじゃないですか、はい、最初だよね。そうですね、うん、で悪道のこのうわーってなってるところも、ところあれもさ、一応チフユとナオトとカズトラでタッグ組んでこう操作をしてたってしたけど、はい、うん、でもやっぱチフユとナオトが話してるシーンはねないじゃない。そうですね、原作で確かに、うん、だからね、うん、まだご一緒できてないんです。あ、そうなんですね、はい、もう何かしらで、でもチフユとナオトの掛け合いあったらすごい楽しそうだな。あ、多分大阪さんにすごく良くしてもらいます、これからこれからですね、うんうん、でも絶対優しくしてくれるはずですからね。優しくしてもらいます。大阪さん優しいのありがとうございます。ありがとうございます。さあ、相棒レディオでは皆さんからのお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することやアニメやラジオの感想、他に何でも構いません。曲のリクエストも送ってきてください。ここで一曲、サノマン一番さんからのリクエストです。サノマン次郎 CV 林優で無限。思い出す青い
お送りしたのは佐野万次郎で無限でした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。さあここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちら、背中は俺が守ってやる。さあ千冬がバルハラとの交渉の時タケミッチに言ったセリフ、背中は俺が守ってやるにちなんで、このコーナーではリスナーの皆さんから千冬に守ってもらいたいことを募集。千冬役の私狩野がアドバイスをして皆さんを守るぜ。いや守ってください。よっしゃ、大好きなコーナーでございます。じゃあちょっとしんくん、俺に守ってほしいと思ってよ、リスナーの皆さんから。はい、おい、アイラビューのお便りが来てるでしょ。アイラビューのお便り紹介しますよ。東京マンジから一番隊希望さん。うわいいよ、入っていいよ。おにぎりズムさん、おい、はい、よいしょ。私は成人済みで、ええ、もういい大人なのですが、うん、未だに家では留守番している子供と勘違いされたり、帰宅が少し遅くなると未成年と間違われ年齢確認されたり、うん、自分の未熟さに結構へこみがちです。こんな私が誰もが認める大人オーラをまとうために、うん、頼れる相棒千冬くん&大好きな狩野さんハートは守ってはいただけますか。アイラビューのお便りですよ。あれ本当にアイラビューのお便りですよ。本当にアイラビューです、ね、大好きですって。あなんかでもあそうなんだね、幼く見られる、うん、幼く見られてしまうというか、大人オーラをまとうためにどうしたらいいのかという。あなるほど、そうなんですよ。わかりました。はい、はい、カネオさん、はい、背中守ってあげてください。やっぱ大人のオーラっていうのをやっぱ姿勢とかで見せることは確かにできる。姿勢で、ね、姿勢とか目線とか歩き方見せることはできる。しかしだね、しかしだね、あの目に見えないものを表現するっていう方が俺は確実だと思うんだ。それはどういうことですか。キラ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 って、この人は子供じゃないぞと。子供じゃない、キラ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 って、たまに紫色の花がポッポッポッとなったりとかね、紫この花、ピンクの花がポッ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 となったりとかね、っていうのを外歩くとき、俺がずっと後ろからあのライスシャワーのずっとこうあの花をこう投げてやるよ。あらパッと、この人は大人ですよっていうのをこの後ろから最大級の演出をするっていう、こういう守り方でどうだい。お前の背中守ったぜ。いいですね。よし、いいですね。ライスシャワーでございます。その掃除を、うん、僕あの全然吸わない掃除機後ろから散らかしっぱなしじゃねえか。ずっとやったら吸えねえなっていうふうに頑張ります。いいですね。よう切れてますね。切れてましたよ。じゃあ続いてもいい、早速しゅしゅいつでも行っちゃいますよ。カモンカモンカモン、東京マンジカ一番隊のぞみさん、ありがとう。はい、私が狩野さんと千冬くんに守ってほしいのは、はい、睡眠時間の確保です。なるほど。最近仕事で遅番が増えたことで、帰宅する頃には日付が変わる1、2時間前でご飯やお風呂などの諸々のことを済ませた時には深夜になっています。またそこで早く寝た方がいいと頭では分かっているのですが、自然と趣味や癒しの時間を取り返そうと睡眠時間を削ってしまいます。遅寝早起きや遅寝遅起きの体に良くないループからも抜け出したいので、うん、何卒よろしくお願いいたします。じゃあこれはもう俺がもうビシッとバシッともう行きますよ。早速、はい、ドカッとお願いします。のぞみ帰ってきてすぐ寝てんだろ。寝て、俺があんたの家にいるから、うん、帰ってきた瞬間、うん、首元をトンってやるからそのままバターンとこう寝てくれ。バターンすっ、それで君の睡眠時間は確保できる。お前の背中守ったぜ。危害を加えてますが危害を加えてますが、あれダメですか。起きた時首痛いな、痛い痛い痛い首痛い痛い痛いって、もしかしたらでもその衝撃でね、いろんな疲れが取れるかもしれない。あ、なるほどね。ちょっとしんくん、しんくんちょうだい。しんくん何、しんくんどう。僕、はい、僕が守る。そう、タケミッチが守るとしたらよ。あー、なるほど。タケミッチが守るとしたら、うん、この方もね、仕事で遅番が増えた時、ね、遅番が増えたりするってことで、うん、よし、わかりました。踏めてみますよ。はい、じゃあしんくん背中守ってちょうだい。まず帰ってきて遅くなる、自然と趣味や癒しの時間欲しい、うん、そりゃそうでしょう、わかります。それも削ることはできない、わかります。お仕事たまには休んでしまいましょう。遅寝遅起きいいじゃないですか。寝ればいいんですよ。何も気にせず一回寝てみましょう。そうしたら、あ、そんなもう睡眠とかいいかなと思うようになってきてから、また一から仕事頑張ればいいじゃないですか。まずは休みましょう。話はそれからだ。
お前の背中守ったぜ。もうそっかな、竹道一回も出てこなかったけど。あ、なんですか、のぞみさんの世界線に竹道出てこなかったですよ。あ、竹道って、うん、やっぱそういう仕事からも逃げ続ける人生だったんですよ。うん、そう、バイトとかすいませんすいませんって、もう寝坊しちゃったりとかサボっちゃったりして、もうすいませんすいませんの人生なので、一回そこをなぞっていただいて、うん、それからですね、そうか、まあ、まず寝る、まず寝ることから、一回いっぱい寝ましょう。睡眠大事ですから、趣味の時間もね楽しむの大事ですけどね。これね、最近すごい少ない睡眠時間でもこれ完璧だなっていうのを見つけちゃったのよ。あ、何ですか。もう人によると思うんだけど、はい、ヒーリングミュージック、あ、YouTube とかで上がってるじゃないですか。あ、焚き火とか、そうそう、焚き火とか、寝てる間に疲れが回復するみたいな、うんうんうん、なんとアルファ波みたいなのが出てるみたいな感じの、あれ流して、はい、で、こうなんかマスクとアイマスクとして、はい、で、スヤッとこう寝ると、うん、マジで3時間とかでバチー起きる。なんでそれさっき言わなかったんですか。なんでそれさっき言わなかったんですか。いやいや、これちゃんとここでね、そうそう、ここでね、ここでちゃんとそれね、いいですよっていう、素敵な、そう、ただね、3時間でバチッと起きるから、はい、マジ2時に寝たら5時に起きるから、それだけは逆に、そうそうそう、3時間しか寝れない、そうそうそう、逆に、うん、でもね、どうしてもそれしか寝れない時はその方法を使っていただいて、完璧ですね、いいんじゃないかなと思いますよ、うん、ありがとうございます。今回はここまでです、はい、このコーナーではリスナーの皆さんから、僕、狩野、そして松野千冬、そしてしんくんに守ってもらいたいことをお待ちしております、頑張ります。以上、背中は俺が守ってやるでした。東京リベンジャーズ相棒レディオ、続いてはこのコーナー、通り部最強タイム。このコーナーでは、リスナーの皆さんに東京リベンジャーズの中から自由にキャラクターを選んでもらって、そのキャラクターに当てはまりそうなお題も一緒に送っていただくコーナーです。お便り早速紹介していきたいと思います、はい、東京卍会一番隊ブルームーンさん、ああ、青い月、青い月、満員電車で押されに押されボロボロになっても会社に必ずたどり着く最強キャラは、花垣竹道。どんなに困難でも絶対諦めない心と、どんなダメージを受けても必ず復活する回復力があるからです。確かにその通りですね。そうだね、これブルームーンさんにちょっとシンクはちょっともう詫びないといけないんじゃないですか。もう、この花垣竹道は、はい、逃げ続けてきたから、逃げ続けてきた、そんな仕事からも逃げてきたんだ、言った直後にこのお便りですよ、言った直後にね、心が痛い。ただまあ、こう今の生決戦編も乗り越えてきた竹道であれば、うん、満員電車でどんなに押されても、うん、もうボコボコにされたとしても絶対会社に行くとなるんじゃないですか。絶対負けねえ、絶対たどり着く、うんうん、そう、この本当に必ず復活する回復力、うん、本当にそうなんですよね。耐久力の高さがね、耐久力の高さが、大樹君にどれだけパンチで殴られても立ち上がりますから、満員電車ごときじゃもう止められませんよ、びくともしませんね、うん、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。続きまして、お願いします。東京卍会一番隊モカさんよりいただきました、ありがとうございます。フード付きの服を一番多く持っている最強キャラ、松の千冬です。なるほど、確かにね、確かに、理由は原作やアニメの中で千冬くんはよくフード付きの服を着ているイメージがあるからです。確かに、うん、フード付きのパーカーは千冬くんのかっこよさと可愛さをより一層引き立てる彼のマストファッションアイテムだと思います。なるほどね、確かにそうですね、確かにいっぱいあるんじゃないですか。だいたいフード、うん、だいたいフード、うん、学ランとかの中にも絶対着てるイメージですね。そうだね、うん、フードか、こうなんかハイネックっぽい、そう、ハイネックっぽい感じの、うん、ニットとかね、着てますからね。首元寒がちなのかな。あ、なのかな。なのかな。首元守んないとね、いけない。トンってされないように。そう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 。首元守んないといけないから。守ることでね。そう、トン防止されていますからね。ですね。東京卍会一番隊見習い、うん、犬好きなリアさん。リアさん、ありがとうございます。誰よりも猫に愛されそうな最強キャラは。バジケイスケ。理由はパズリベのイベントで、うん、ペケジェが地風でもハンマでもなくバジさんを選んだというのと、うん、バジさんならどんな凶暴な猫でも可愛がり、そんなバジさんに凶暴な猫もバジさんになら懐きそうな気がするからですと。確かにライオンもかしづきそうだもんね。ライオンもかしづきますね、うん、
確かにそういうエピソードね、ありますからね、そうですよね、あっちで、バジケイスキの手紙の方でね、あったりとかねしますね。バジさんだったらじゃあ猫が暴れてたら、どういう風にするかちょっとやってみてもらってもいいですか。バジさんとして、バジさんが、はい、バジさんとしていいよ、こう、おーよしよし、あんまり暴れるなよ、半分こにするぞ。ありがとうございます、やっていただいて。これは今度また水中さんに伝えて潰すぞいいですね。ありがとうございます。もうちょっと見せろっていう。はい、今回はここまでです。このコーナーではリスナーの皆さんからキャラを選んで、そのキャラが当てはまりそうなお題をお待ちしております。理由も合わせて送ってください。以上、通り部最強隊員でした。東京リベンジャーズ相棒レディオ。東京リベンジャーズ相棒レディオ、エンディングのお時間です。ここでお知らせです。まずは放送と配信情報です。東京リベンジャーズ天竺編の制作が決定しております。皆さん楽しみに待っていてください。そしてテレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編ですが、ディズニープラスで独占配信中です。ぜひチェックしてください。続いて音楽情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編のオープニング主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムのホワイトノイズ、エンディング主題歌ツイルの傷つけど愛してるが発売中です。ノンクレジットオープニングとエンディングもアニメ公式 YouTube にて公開中なので、ぜひご覧ください。そしてブルーレイ&DVD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編のブルーレイ&DVD が第3巻まで発売中です。封入特典など詳しい情報は公式ホームページをご確認ください。続いて原作情報です。東京リベンジャーズは最終巻となる第31巻まで発売中です。さらに本編をフルカラー化した極彩色東京リベンジャーズブリリアントフルカラーエディションが毎月刊行されています。現在10巻まで発売中、11巻12巻は6月15日に発売となります。こちらもチェックしてみてください。続いて SNS 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズの公式 TikTok が開設されています。ここでしか見られない動画など公開していきますので、フォローお願いします。続いてタイアップ情報です。現在ダーツライブでは通り部コラボ実施中です。全国のダーツライブマシン設置店でトーマンの仲間と遊びましょう。そして7月1日土曜日19時半から東京リベンジャーズと吉本芸人さんとのコラボイベントの開催が決定いたしました。イエーイ、やったー。大盛り上がりだった昨年に続き2回目の開催となりますが、今回は皆様からの声にお応えして土曜日の夜帯と昨年からレベルアップしての開催となります。チケットは6月1日から吉本のファニーチケットにて販売開始となります。詳細は東京リベンジャーズ公式ツイッターやファニーチケットのサイトで随時お知らせしていきます。僕たちも出演予定なので、渋谷無限大ホールまで遊びに来てください。さらに漫画東京リベンジャーズの大規模展覧会、書き下ろし新体験展最後の世界戦が2023年11月六本木ヒルズ東京シティビューにて開催決定です。詳細はこれから発表になりますのでお楽しみに。最後にパズリベ情報です。スマートフォン向けゲームアプリ東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道では、現在サバゲー衣装に身を包んだバジケースケや竜宮寺兼松野千冬羽宮和虎が登場する新イベント東京ギャングサバイバルが5月29日まで開催中です。アプリをダウンロードしてイベントにご参加ください。またパズリベでは橘日向、川田奈穂や灰谷蘭のそれぞれ誕生日を記念した特別バースデースタイルのガチャも開催中です。バースデーガチャは橘日向が5月28日まで、川田奈穂やが5月31日まで、灰谷蘭が6月1日までの開催となっており、終了が近づいておりますので、ぜひチェックはお早めに。ということで、ご紹介したすべての情報の詳細は公式サイトまたはツイッターなどをご確認ください。そして相棒レディオですが、超 A&G プラスでは毎週日曜日26時より放送中です。さらに YouTube のテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルでも毎週月曜日19時より配信中です。しかもテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルの方では YouTube だけでしか聞けない限定パートも配信していますので、チェックしてみてください。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしています。東京リベンジャーズに関することや我々へのメッセージ、そして番組コーナーまでお便りを送ってきてください。曲のリクエストもお待ちしています。
お便りの宛先ですが、メールの場合、東京ハイフンリベンジャーズアットマーク joqr.net、 東京ハイフンリベンジャーズアットマーク joqr.net。 おはがきの場合、郵便番号 105-8000 文化放送東京リベンジャーズ相棒レディオ宛てまで。今回もお知らせがすごいたくさんですけども、ですね、今回初だなると、あの吉本芸人さんとのコラボですかね。すごいですね。土曜日の夜帯にと。ショートコントとかやるの？ショートコントはなかったですけど、八回をちょ八回って言ってましたね、そう、その辺のこうもじったりだとか、どっかそういろいろ楽しみに、はい、僕たちも楽しみですしね。大樹くんのところまでボケられるってことでしょ。そういうことですよ。決戦編いっぱいまでボケられるっていうこと、はい、皆様がこう通り部メンバーになったりしてたの、うん、ちょっとこうコスプレチックになってくださったりしてたので、うん、今回はどんなキャラクターで来るのかが、うん、それもちょっと楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで東京リベンジャーズ相棒レディオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と松野千冬役狩野翔でした。それじゃあお疲れ様でした。この番組は東京リベンジャーズパズリベ全国制覇への道の提供でお送りしました。東京リベンジャーズ相棒レディオ YouTube 限定パート。さあ、ここからはテレビアニメ東京リベンジャーズチャンネルのみで聞くことができる限定パートです。改めまして、花垣武道役の新勇気です。松野千冬役の狩野翔です。この限定パートでは相棒レディオの反省会をしたり、ここだけのコーナーをやっております。はい、はい、やっぱりが美しいね。 ありがとうございます。今僕どこでが言ってましたか？聞くことができる。聞くことができる。あ、なんだか恥ずかしい、むずかゆいですね。そんな細かいところまで聞いてくださるとは、ね、聞くんだね。耳がすごいいいね。そうですね、微濁音微濁音じゃないけど、なんかもう最近全然気にしたことない。気にしないといけないんだけど、ね、いけないですね。本当はね、本当はそうですね、気にしないといけないんだけどね。結構ルールはね、そうなんですね、難しいんですよ。例えばね、固有名詞とか人物名では微濁音は使わない、使わないとかね。なんだろう、微濁音つく人いるかな。いないかも。あ、いるか、いる。あ、花垣武道。花垣武道めっちゃいた。いるじゃん、めっちゃいた。めちゃくちゃいるじゃん。めっちゃ微濁音だ。あ、微濁音じゃないんだけど、花垣武道ですからね。あ、じゃあ僕花垣武道微濁音で言ってたかもしれない。あ、改めよう。花垣武道役の新勇気です。花垣武道、確かにね、そうそうね、花垣武道。めっちゃ指さされてました僕。そうだ、ね、気づけなかった。そうだ。めっちゃいた。あとは、あだ名で考えちゃった。スマイリー君とパーチン、ね、キサキ、キサキもみんな爽やかですね。チフユもね、バジさん、ゴリゴリとかいないですもんね。なんかゴリとね、ギュリーとかいないもんね。いないですもんね。ハンセン君とかも違うもんね。いたら教えてください。なんですね、いないかも、なかなか。そんなことありますね。いや、まあね、今回またいろんなお話ができて、はい、楽しい感じでしたね。なんか結構今回はちょっと背中守るのも結構なんか綺麗に、ね、守れて、ね、僕もちょっと守らせ、お手伝いさせていただきまして、いいですよ。なかなかのもう達成感が、今後にね、さらに期待していただいて、相談どんどんくださいね。お願いいたします。で、ここからは限定パートのみのコーナーをやっていきましょう。はい、俺たちは相棒だ。武道と千冬といえば、皆さんとっくにご存知、相棒です、うん、相棒というのはお互いが何を考えているか必ずわかるはずです。当たり前ですよ。というわけで、このコーナーではリスナーの皆さんからお題をいただきまして、どちらかがそのお題に事前に回答、もう一人がどう答えたのかを予想して当てるコーナーとなっております、うん、今週は狩野さんの回答を僕、シンが当てたいと思います、うん、任せてくださいよ。よし、さあ読んじゃってください。はい、一番隊希望の M ちちゃんさん、一番隊ありがとう。ありがとう。自分の好きなところは、なるほど、シンプルですね。狩野さんが思う自分の好きなところですよね、いっぱいありますから、うん、基本的にも何でもこう、はい、ね、好きですから。
そう、あんまりこのあのすごい自分で言っていくスタイル、欠点のない人ですから、ね、ああ、うん、自己肯定感が素晴らしいですね。ないので、みんなそうであれば素敵な世の中になります。欠点がね、うん、あるとしたら、うん、テンパってぐらい。テンパですか、うん、テンパ感もないですけどね、うん、梅雨時期になるとすごく、うん、クリクリしちゃう。クリクリしますから、そんなこと感じないから、もうそしたらもう完全無欠の超人じゃないですか。そういうことになります、うん、超人なんです。まあ、うん、でもやっぱりそのやっぱ数ある中でも、はい、まあ、やっぱ今回ね、もうやっぱさすがこう、あ、俺たちは相棒だっていうコーナーですから、はい、あのバシッとね、じゃあこう当てる、まあ、シン君がちゃんとこの答えるもの、俺もね逆に予想してるから、はい、シン君なら、俺のこと分かってるシン君なら多分こう言うと。じゃあいきますよ。はい、お願いいたします。僕、うん、シンの予想は、うん、明るくて優しくてムードメーカーで場の空気をいつも和ませてるところ。私の回答はこちらです、はい、親指がめっちゃ柔らかい。知らねえ知らねえ親指がめっちゃ柔らかい。親指がめっちゃ柔らかい、ちょっと見せてください。ほらほら、柔らかい。今僕の目の前で親指と親指をくっつけて、そうそう、なんていうんですかね、もう S の字になってますね。 S の字になってね、親指と親指を、そうそうそう、確かに柔らかい。ここまでのこれ、あなたすごい指圧とかマッサージ師向いてるよって言われる。あら、あのサムズアップの形にするとすごい反ってるんですね。うん、でしかもこれさらにここからね、はい、ここまでいくから、このあのこの親指の関節がさらにこうずらせんのよ。これは説明しづらい。これ、ね、あの指相撲絶対負けないポジション。確かに、もうなんかそ、うん、なんだろう、根元から反って、その状態がすごいなかなか反ってる状態ですっていうのをこう皆様聞いてる方分かっていただけましたでしょうか。親指でも指相撲でみんな届かないから、はい、そこが狩野さんの自分の好きなところ、うん、ええ、分かるかい。くそー。いやー、でもね、しんくんの答えも良かったよ、うんうん、俺はしんくんにそんな風に思ってもらえてるんだっていうので、そうですよ、ホクホクでございます。一番最初にお会いした時から、なんてこんな素敵な空気にしてくださる優しい方なんだろうと思ってたので、ございます、そこはもう外せなかったです。ありがとうございます、うん、そう、親指がめっちゃ柔らかい人だっていうことも新たにインプットして、妊婦としておきます、うん、マッサージ今度してください、うん、いいよ、ありがとうございます。ということで、このコーナーでは皆さんから我々へのお題を待っております。お便りの宛先は相棒レディオと同じです。概要欄にも記載してありますのでチェックしてください。それはここまでのお相手は、花垣武道役新勇気と、松野千冬役親指めっちゃ柔らかい狩野翔でした。